こんにちは、ノーです。パワープロピでやっていきます。今回は、期限間近、SR 大丈夫博士チャレンジ、簡単にやる方法ですね。皆さんとやっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、皆さん、この9月15日の9時までの SR 大丈夫博士像チャレンジは進んでおりますか？各言う僕もまだ4人しか育成完了までこぎつけた混合選手はいなくて、混合連合自体はやってるんですけど、やっぱりその途中でね、諦めるボタンを押しがちどころか、まあ本当に9割方の選手が押していなくなっていく日々なので、なかなか完了できませんという感じになってます。ただこの SR 博士像はね、めちゃくちゃ有用なアイテムなので、まあ、これを無料でくれるっていうのはめちゃくちゃいいことだと思うので、しっかりゲットしましょうということで、まあじゃあどうやったら簡単にできるのかっていうお話を皆さんとしながら、ハンターハンターコラボの期待感高めながら、これを雑談サクセス的な感じでね、やれたらいいかなっていうふうに思ってます。で、まあ重要なのが、まあイベントをカラーにするってことと、あとは、サポートに猿を入れとくとかなり楽になるようです。で、まあサポートの能力で自動割り振りがつくので、まあそれでやっていくっていう感じですね。で、まあ、大事なのは、まあ、紫をある程度踏んで S ランクに乗せればいいだけなので、まあ、それをこうやっていく感じになるのかなっていうふうに思ってます。まあ、体力がなくなってきたら赤に移行すれば、まあ、それで経験点が取れるので、まず、セク1、まあ、セク1で S ランク、うん、なんかすごいバランスよくきますね。セク1でいけんのかな？あ、もしかしたら、まあ、セクニーぐらいの途中まではかかるかな。これすごいバランスできますね。で、まあ、ハンターハンターコラボのお話が、まあ、少しずつ進んできて、まあ、この動画が上がってる日にも、また新しい情報が出るかもしれないので、まあ、それはまた追って動画化できたらいいかなっていう感じですけど、まあ、本当にこう期待感が高まってきているなっていう感じです。で、こんな感じでね、お任せでね、バチッと、売ってくれるので、まあ、これを確定していればすぐさまいい感じになるという感じですね。まあ、本当にこれだけやってればいいかなっていうふうに思うので、まだこうなかなか手が進まなくてって方もね、これだったらそんなにこう違和感なくっていうか、まあ抵抗感なくやれるんじゃないかなっていうふうに思ってます。ここね、なんかポイントをね、こうきっちりちまちま振ったりとか、あとは得の選んだりとかもなかなかこうできない方なので、どっちかっていうと、なので、まあ、この機能を使うか、もしくはね、ロボットをですね、割り振りロボットを使ってうまいことを騒いでいく形にできれば、まあ、それでもいいのかな、なんていうふうには思っていたりはします。まあ、本当に簡単になりましたよね、そう思うと。S ランク乗っけるだけなので、まあ、なんかそろそろ S 乗ってても、S 乗らんのか、でも S って結構大変なんですね、そう思うと。で、あとは、本当に、なんでしょう。これ今何ランク？まだ C か。意外と。これで A ランク。まあもう乗りそうですね。で、終わったら、S ランクまで終わったら、あとは休むコマンドを連打してればいいはずなので、まあそれで終わればいいんじゃないのかなっていうところですね。もう一回ぐらい踏むか。これでさすがに行くでしょ。まあ行ってほしい。もう一回ぐらい踏むか。技術ばっかり入ってくる。技術ばっかり入ってくるとさ、無理なんじゃない？振るところがないんじゃないかな。うん。パワー振って S ランク乗りました。で、まぁ、こんな感じで終わらせられるので、あとはまぁ、休むコマンドを連打しているだけで、試合は自動で進める感じが、まぁ、最短になるのかなっていうふうに思ってます。今のところ S ランク、まぁ、冒頭の説明と S ランクに乗るまでが、まぁ、多分3分ぐらいしかかかっていないので、あとは休むコマンドで、まぁ、1セクション2分とかで終われれば、2分で終われるのかなこれ。まあ、イベント起きないから、サクサクはいくと思うんですけど。まあ、2分くらいで終われれば、まあ、10分かからないかな一選手。まあ、ちょっとね、14人、15人。まあ、それなりの人数は作んなきゃいけないので、まあ、2時間ちょいくらいかなはかかるとは思うんですけど、まあ、これは取っておくべきものだと思うので、まあ、こんな感じで進めていただければ、いいんじゃないのかなっていうところです。これは、まあ、全部最後までやんなくてもいいかなっていうふうに思ってるので、まあ、セクニじゃねえや。一番最後のね、試合のところで止めようかなっていうふうに思ってます。で、まあ、試合はオートでやってくださいね、ぐらいの感じかな。なので、まあ、本当に、今は、ハンターハンターコラボのキャラ待ち、そしてイベント待ちみたいなところがあるので、
まあ、サクセスももちろんこう途中途中やっていこうかなと、その9月の15日ですねまでやっていこうかなっていうふうには思うんですけど、まあ、毎日じゃなくてもいいかなっていう感じは現状はしてますね。それか、まあ、SR の9000点チャレンジですね。まあ、各高校9000点以上の経験点を出してサクセス終了すると SR ガチャ券もらえるので、まあ、そのあたりを取っていくような期間にしていけばいいんじゃないのかなっていうふうに個人的には思ってます。まあ、結構こう、サクセスチャレンジですね、経験点のリセットが来て、また SR ガチャ券取る機会とかがパッパパッパ出たりするので、まあそういうところに向けて、まあやるべきことを、まあやっとくといいんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、試合に来たら基本的には、まあオートになってるか、まあうまいこと監督評価が上がってれば、まあ監督評価で、まあ前に進めるのかな。コンピューターにお任せで選べていけると思うので、まあそういう感じで進めればいいんじゃないのかなっていうふうに思ってます。まあ気になる方はこんな感じでね、今ちょっと監督いなかったところ踏んだんですけど、まあ監督をこういるところを積極的に踏んであげて、まあ監督評価上げて、それでここの選択肢を簡単にしてっていう感じを選ぶといいんじゃないのかなっていうふうに思ってます。まあ監督評価を一番序盤の方でね、上げとくのもいいかもしれないですね。楽したいんで、楽するためにヒットを打とう。まあ、そう思うと、自動割り振りでミートとかに振られてるとだいぶ楽かもしれません。振られてないとなかなか、あ、これ負けてくれていいわ。うん、これかなり早いんじゃない？ 5 分ぐらいしかかかってないんじゃない？サクセス。はい、ということでね、負けました。ありがとう。牙が強くて助かった。この辺で終わろうかなと思ったんだけど、きっちり負けたんでよかったです。ということでね、まあ、6000点ぐらいでしたと。で、一応 S ランクはこれちゃんと載っているので、これで育成完了して、はい、ということでね、S ランク1人作れました。で、しっかりと戻りまして、ここの人数が、はい、無事1人増えましたと。いうことでね、まあ、本当に今、パパパってやって5分ぐらいで終われたので、まあ、そう思うと、まあ、5×15 なので、まあ、超順調にやって75分。まあ、今は途中負けとかも挟んだんで、もうちょっとかかるとは思うんですけど、まあ、75分プラス1サクセス2分ぐらいかな。なので、やっぱ30分ぐらい、105分ぐらい。まあ、2時間弱ぐらいかな。っていう感じのイメージだと思います。まあ、これをね、しっかりと、まずは期限内にやっておくのがいいのかなっていうところで、まあ僕サバカもあるんで30人とかになるんで、ちょっともしかしたらサブやんないとか、本枠やんないとか、まあどっちかにする可能性はあるんですけど、まあできる限り両方やりたいなというふうには思ってます。まあそういう時はね、僕なんか右手で本枠、左手でサブ枠みたいなね、二刀流しながらやっていくので、まあそれがうまくやれそうだったらって感じかな。まあでもちょっと操作いるからね、やっぱ両手欲しいな。手が4つぐらい欲しい。脳みそも4つぐらい欲しいみたいなところにはなるんですけど、まあまあそんな感じでやっていこうかなっていうふうに思います。ぜひぜひ忘れずに、この SR 博士像チャレンジは皆さんやってみていただければいいかなっていうふうに思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントでもいただけると嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。